ゲームカウント4対1で圧勝した。この後決勝へ進んだが惜しくも敗れ準優勝となった。この成績で水谷の世界ランキングは8位に上がった。本当に卓球っていうのは試合数が多いんで、やっぱ全ての大会で勝たなければいけないんで、そういう一つ一つの大会をとにかくクリアしていって、そこ一つ一つをこう全力で乗り切ることができれば、それが今の自分にとって一番成長できる部分だと思うんで。日本卓球界期待の星水谷、世界の舞台でも力強く輝き始めた。静岡県磐田市、水谷のふるさとだ。卓球教室を開いていた両親は、水谷が5歳になると英才教育を施し始めた。左右に飛び跳ねて何百球もボールを打ち返す練習を課し、反射神経を鍛え上げた。水谷は決して弱音を吐かなかったという。負けず嫌いですよね試合の時もじゃんけんでサーブを最初決めるんですけど、もうそのじゃんけんから気合が入ってたぐらいですね、はい、物静かであんまり喋らない子なんですけど、こういざスポーツをやるっていうと結構負けず嫌いで頑張っちゃうタイプですね、はい、水谷が5歳の時の映像だ。年上の小学生を相手に長いラリーを続けている。自分より体も大きく力も強い子供を相手に練習を重ねるうちに、自然とレシーブ力が身についていった。小学2年生の時には全国大会で初優勝。その後中学校に入るまで何度も日本一に輝いた。これは小学6年生の時に水谷が書いた言葉。卓球にかける熱い思いが込められていた。中学に入ると大きな転機が訪れる。日本代表監督の宮崎から強豪ドイツでの武者修行を勧められたのだ。親御さんにお願いして、このままじゃ練習相手もやっぱりそんなに強くないし水谷が潰れると思ったんで、もうちょっと日本の義務教育を離れてドイツに行きませんかとお願いしますと。宮崎は当時将来の日本代表候補を発掘しようと全国を飛び回っていた。小中学生の全国大会を観戦していた時、偶然水谷の試合を見て驚いた。自由自在なラケットさばき、まるでボールがラケットに吸い付いているようだったという。卓球っていうのは回転のスポーツですから、すごい回転がかかってくるんですよ。それが子供は判断できなくて横に飛ばしたり下に落としたりするんですけど、何の違和感もなくスッと返せた。練習を見ててもよくわかると思うんですけど、パッとこう
浮いてしまってチャンスボールがいった。普通はみんなそのチャンスボール打たれたら手が出ないですけど、水谷はその打たれるコースにしっかりラケットを出してやっぱ当てて返すんですよ。これもあの練習量じゃあの補えない天性のところだと思うんですね、はい。宮崎の提案を受け入れた水谷は中学2年生の時単身ドイツへと渡った。現地ではアマチュアのチームに所属。ボールに複雑な回転を加えて相手を翻弄するドイツ流の卓球スタイルを学んだ。水谷は技術レベルの高いドイツの選手たちと試合を重ねていくうちにボールを思い通りに操る才能をさらに磨いた。自分が知らなかった世界を見ることができて、また新たに卓球に対するその気持ちとか、ドイツに行くことによっても本当に自分は卓球だけで生活していくんだなっていう覚悟もできましたし、ドイツに渡ってから2年、努力が実を結ぶ。史上最年少の15歳で日本代表に選ばれた水谷は世界ランキング8位の選手を倒したのだ。そして2008年、19歳で北京オリンピックに出場した。卓球がオリンピックに採用されてから6大会目、かつての卓球王国日本はまだメダルを取ったことがない。水谷はメダル獲得を目指して3回戦まで進んだ。相手は36歳、ギリシャのベテラン選手。緩急自在な相手のプレーを前に水谷の粘りの卓球が通じない。今度はクレアンガの方がカウンターです。バックハンド、フォアハンド、ドライブ、あっとこれはアウトになりました。日本の水谷敗れました。3回戦で敗退。この北京の戦いだったんですが、水谷は次のロンドンオリンピックでの雪辱を誓った。オリンピックで負けてすごい悔しい思いをして、そこからもうとにかく負けたくないって思いました。北京です、はい。そこでまた一つなんか成長したなっていうのを感じます。でもそこでもしメダル取ってたら多分今の自分はなかったと思うんですよ。そこで多分満足してなんとなくやってたっていうイメージはありますね。今そこで負けたからそういう気持ちがあって、こういうモチベーション保ってて、今度のロンドンでもメダル取りたいと思ってるんで、はい。さらに立ちはだかる大きな壁、世界王者の中国だ。中国の選手たちは強烈なドライブショットを返しにくいコーナーに連続して打ってくる。倒れ込んで打った、まだ倒れ込んで打った。うわ、アウト。テイクマリン決まりました。このボールはアウト。攻めて、攻めて、攻めまくるスタイルだ。徹底的な攻めの卓球で世界ランキングの上位を独占している。彼らを倒さなければメダルを手にすることはできない。水谷には苦い思い出がある。今年5月の世界選手権、水谷は団体戦のメンバーとして出場。準決勝で中国と対戦した。日本の若きエースとしてこの試合まで全勝を続けていた水谷の相手は世界ランキング1位のマリュー。水谷の
その力が試されます。日本が待ち望んだこの中国との世界卓球での準決勝です。それほど力があるボール。マリューは強烈なドライブショットで襲いかかる。打ち合いだ。ストレート抜いてきた。水谷が動きません。相当パワーがありますね。パワーありますね。威力ありますね。球威のあるボールに押し込まれ、返すので精一杯だった。止まらなかった。切ったサーブ。止める。止める。止める。あ、止めきれなかった。大きな拍手。1ゲームも取れず敗れた。水谷隼、その力をぶつけました。負けたっていうことは、自分がもう全ての面で彼に劣ってたっていうことなんで、だからもっともっと自分自身を鍛えて、あの時よりも次はさらにもっと良いプレーが出せないと、彼には到底及ばないっていうことですね。今のままでは勝てる見込みはない。水谷は行き詰まっていた。7月、水谷はついに決断した。中国のプロリーグへの参戦である。中国のプロリーグには世界ランキングの上位にいる選手たちが大勢いる。水谷は彼らとの実戦を繰り返すことで、中国の攻めの卓球を身につけたいと考えていた。中国の卓球チームは実力によって7段階のリーグに分けられている。水谷が所属するチームがいるのはその頂点に位置するスーパーリーグだ。中国成都。水谷が所属する四川省チームの本拠地だ。四川省チームは去年スーパーリーグ5位、上位進出が目標だ。水谷の世界ランキングはチームでトップ、いわば助っ人として迎えられた。对，我第一次看，因为我听说有个日本选手在，所以我特别来看。水谷はすぐに試合に出場することになった。対戦相手は浙江省のチームだ。スーパーリーグは団体戦で争われる。シングルスを4試合、ダブルスを1試合行い、先に3勝した方が勝ちとなる。水谷はダブルスに出場した。チームで2番目に強い選手とペアを組む。試合は序盤から激しい打ち合いとなる。対戦相手は元中国代表のベテランと伸び盛りの若手だ。強いドライブショットを立て続けに打ち込んでくる。水谷のボールを相手は臆せずパワフルに打ち返す。